はい、中年オタッキーです。今日はね、オープニング画面でね、視聴者さんの写真を、紹介するっていうことを以前言いましたけども、すごくたくさん送られてきておりまして、ちょっとオープニング画面にやってるとオープニング画面だけで10分ぐらい経っていっちゃうんで、動画の最後にね、視聴者さんの写真を紹介してまいります。で今日はね、またカメラの紹介になるんですけども、今日は非常にね、写りがいいという評判のね、こいついきます。ヤシカエレクトロ 35GS の紹介ですね。これ以前ね、メンテナンス動画をアップして、その時にメンテナンスしたカメラですね。一応ねレンズもね分解して、クリーニングして、写真を撮ってきました。それでは本編スタートしてまいります。はい、このね、ヤシカエレクトロ 35GS なんですけども、写りがいいというね、評判の、富岡光学製のレンズがどうやら搭載されている模様ですね。はっきりした、ソースはちょっとないんですけども、ネットでの評判ではそのようになっております。で実際にものすごく写りいいです。でいろんなねちょっと驚きが、あるんですけども、まずねその安く出回ってますね今でもね。だいぶ値段は上がってきてはいるんですけど、以前は500円ぐらいでバンバンあったみたいですね。僕もねこれ骨董品屋さんでね3台で1500円で買ってきたんで、まとめて3台で買ってきた、3台まとめて1500円だけど、1台あたり、500円ぐらいの、値段になるのかな。で一応メンテナンスはねしなきゃ、取れなかったんですけどもね。で昭和45年、1970年ぐらいの発売で、もうちょっとで、50年が経つというカメラになるんですけども、これで、電子シャッター式で、絞り有線の、EE、今でいう AE ですね、専用機に近くなってきますね。で、ピントはね20像で合わせる、レンジファインダーカメラになります。20像はね結構ね合わせやすいと思いますよ。そのレンジファインダーカメラの中ではね、最短撮影距離は 0.8m、0.8 から無限で、レンズの明るさがね、1.7 になりますね。結構明るいレンズ、カラーヤシノン DX、45mm の F1.7 がついてます。これなんかこのカラーヤシノンっていうのはなんか特殊なコーティングが施されてて、それまでのヤシノンとちょっと違うっていう話なんですけど、どこがどう違うのかまではちょっとたどり着けませんでした。でね、とりあえずね、作例を先に、見てもらいましょうかね。主にね夜の写真になってくるんですけど、あと縦構図の写真またね相変わらずね寝かせてありますんで、縦構図の写真はね横になってみてください。それでは作例いきまーす。はい、作例見ていただけましたかね。こんな写真もありましたけども、非常にねシャープに撮れてますね。開放、これほとんどの写真がね、夜の写真とか暗室内の写真っていうのもあって、ほとんどが開放で撮ってます。開放で撮って、手持ちなんですけど、非常にね開放描写がシャープで、
1枚だけねちょっとゴーストが出た写真がありましたけど、フレアゴーストもねほとんど出ずにね、シャープに撮れました。で何より驚きなのがねこれ全部ねオートなんですよね。あの EE で撮ってます。だってマニュアルは基本的にできないんで、まあ、オートになるんですよ。でオートシャッターで撮ってね夜の写真がねここまでバッチリ露出が、出る。まあ、結構ねこのカメラ夜でもねカメラ任せでちゃんと撮れるっていうんでね、あのろうそく1本の明かりでも、写真が撮れるっていう、触れ込みだったのかな、で有名なカメラになります。もう かなりおすすめできますね。かなり写りいいです。まあちょっとね機械的に弱い部分はあるみたいです。あとね電池が結構難儀しますね。ちょっと開けると大変なんで開けないんですけど、これ6ボルトのね、アルカリ電池を入れなきゃいけないんですけど、かなり中が深いです。で、僕はね、LR44 を4つ連ねて、灯油のシュポシュポのね、なんていうんですか、ホースみたいなところを切って押し込んでガイドにして、ほんでさらにアルミホイルを押し込んで、電池が使えるようにしましたけど、まあ一応ね、なんか変換アダプターみたいなのも、出てるみたいなんですけどもね、6ボルトの電源があればとりあえず写真は撮れるようになります。で、なんかこれシャッターをチャージ、巻き上げたらね、電源が入るみたいなんですね。で、今ね、これランプついてますけど、これはもう露出アンダー警告ランプなんですけどね、今ね、でシャッターを切るともうランプがつかなくなるんですね。だからシャッターチャージをすることによって露出系の電源が入って、ほんで半押しで表示されるみたいな感じになるのかな。だからシャッターチャージをした状態では多分ね電池を消耗します。でまあ電池チェックランプとかもあることはあるんですけどね。これ見えるかな、見えるかな、見えるかな、よっ、はい。でまあねレンズ交換式ではないですが 45mm、フルサイズカメラになりますけども、非常に写りがいいんでおすすめはできます。ただデカさ的にはね、よいしょ、これ最近手に入れた、オリンパスの OM10 ですけど、もう OM10 よりでかいんですね。で、まあこの手のそのレンジファインダーカメラにそのコンパクトさを求める方には向いてないかもしれません。でかくて重いです。まあ写りがいいんでね、富岡さんのねレンズを搭載してて、その富岡のレンズにねその興味があるっていう人はね安く手に入るんでね、一眼のねとその交換式のレンズの富岡製のレンズなんかドヒーってぐらい高い値段になってますけど、こいつはね結構ねまだ安く、入手できると思いますんで、おすすめになってきます。はい。今日のね、カメラの紹介はこんな感じになります。メンテナンスする人でレンズを分解する人はね、その前玉から中玉にアクセスするときにね、電極があるパーツが出てきます。それのね電極のね足を歪めてしまったらね、自動露出が効かなくなっちゃいます。その電極のね扱いだけねちょっと気をつけていただければと思います。これとヤシカエレクトラ3号の初期型かなを買ってきたんですけど、その初期型の方は足を曲げちゃって、シャッターがうまく動かなくなってしまいました。残念なジャックを作ってしまいました。まあ1台500円だから痛くはないんですけどね、これが動いてくれたんでね、勉強になったということもあったんですけどね。はい。じゃあ、カメラの紹介は、今日はこの辺ということで、いわゆるこう恒例にどんどんしていこうと思います。視聴者さんの、写真を紹介していきます。まず一番最初にね、高川さん、ハンドルネームがちょっとフルネーム本名なんで、ちょっと高川さんとだけ、紹介させていただきます。高川さんの写真から紹介してまいります。
はい、原爆ドームの写真になりますね。これね、まあ、天気が良くないんですけども、原爆ドームのイメージに合った写真ですね。これちょっといい作品だと思います。カメラがね、ミノルタ SR7、レンズがね、ミノルタ MC6 コール、PF55mmF1.7、フィルムが、まあ、富士カラーの、記録400になりますね。こういうね、その、なんていうんですか、切り取った写真ね、あの全体じゃなくて、その、アップで撮った写真、私結構好きですね。はい、次行きます。次はね、またね、ハンドルネーム全部紹介すると本名になっちゃうんで、りょうさんとだけね、紹介してまいります。はい、その写真、行ってまいります。りょうさんの写真、これ皇居の二重橋ですね。私皇居、前は何度も通ってるんですけど、じっくりは見たことがないんですけどね。これも歴史的なね、映像とかにはよく出てくる二重橋になりますね。ペンタックスの SP、レンズが、55mm の単焦点って、55mm 多分 F1.8 なのかな。で、富士のアクロスで撮ってます。まあ、アクロスで撮ると大体ね、大体こんな感じに僕もなりますね。ちょっと柔らかい感じの調子になりますね。タクマの 55mm はまた描写が柔らかくなるんで、非常にソフトな感じでいい感じに撮れておりますね。会長も豊かに撮れております。はい、次が、次もまたね、フルネームになってしまうんで、落合さんとだけ、落合さんのだけ紹介させていただきます。それでは落合さんの写真いきます。はい、落合さんはね、これ海外の写真、ラオス、の写真ですね。カメラがね、オリンパスのデジタル、かなりこの難しい、光線状態で撮ってますね。オリンパスの EM5、M 図1個 17mmF1.8、ISO が1600で50分の1秒で撮られております。これ、なかなかいい感じに撮れてますね。これも結構ね、光線状態難しいと思いますけど、綺麗に撮れております。はい、次がね、和孝さんの写真。和孝さんも聞き覚えのある方もおられると思いますけど、カメラをたくさんね、提供していただいた方になります。和孝さんの写真を紹介していきます。はい、和孝さんの写真ね、主にその港での写真が多くなりますけど、これカメラがトップコンの 35S、フィルムが、記録用の富士カラーの記録用写真ですね。これすごいですね。実はトップコン 35S っていうカメラ、見たことがないんですけども、これ自然な感じで撮れてますね。トップコン、まあ、東京工学さんの、カメラになりますけど、東京工学さんって言ったら、以前ね、二眼レフカメラでプリモフレックスっていうのを紹介しましたけど、あの会社になりますね。現在はカメラを作ってないようですが、現存するメーカーです。非常によく写ってますね、これ。また今度会った時にでもね、トップコン 35S 見せてもらおうかなと思ってます。はい、次がね、ミッシェルさん。ミッシェルさんの写真、いきます。
ミッシェルさんの写真なんですけど、1枚目だけで、コダックの TMAX400、以降は富士業務用400を使って、まあ、カメラは同じ、コニカ C35 で撮られてます。コニカ C35、まあ、たくさんあるんです。どのコニカ C35 かちょっとわかんないんですけども、レンズは基本的に全部、同じなんですけどね。私も以前、動画で、ジャーニーコニカっていうね、コニカ C35 を紹介して、現在もね、今フィルム詰めて、ピッカリコニカで写真撮ってますけど、カメラが多すぎてなかなかね、撮影が進んでないですけど、やっぱね、コニカ C35 のレンズ非常に優れておりまして、いい感じで撮れてます。シャープに映っております。はい。特にこれ TMAX400、TMAX400 も使ったことないんですよね。TMAX400 はちょっと現像液が別になってくるのかな。それで使わないんですけども。いい感じで映ってますね、これ。一度使ってみようかなって思います。400でこの微粒子はすごいですね。はい。次いきます。野良旅人かな、野良旅人さん、の、写真を紹介します。はい。はい、野良旅人さんの写真、リバーサルフィルムのね、ベルビア100、で、撮られております。カメラがミノルタ XD、レンズが MD70-210 ですね。これね、見事にね、逆さ富士、映っておりますね。で、富士山を真ん中に持ってきてないところがもうクロートの匂いがプンプンしますね。構図が、工夫されております。この怪しい空模様がまたいいですね。はい、ベルビアのね、色もね、深く出ておりますよ。このね、わかるかな、この湖のね、表面あたりにね、これ埼玉県の湖らしいですけど、ちょっと赤い色が出ておりますよね。この辺がね、ベルビアらしいなという、ベルビアの発色らしいなと思いました。はい、次はね、夢旅人さん、ね、ちょっとたくさん送っていただいて全部紹介しきれないんですけど、全部紹介したかったぐらいなんですけど、延々と紹介することになっちゃうんで、ちょっと、多少割愛させてもらいましたけど、いい写真が多かったです。はい、じゃあ夢旅人さんの紹介です。夢旅人さんは今回ね、EOS-1N で撮った写真と、EOS KISS X3 で撮った写真を、紹介させてもらいました。でね、これすごいですよね。この写真はすごい。ちょっと大きく表示できないか。もうね、これね、飛翔中の F4、百陸地で撮ったらしいんですけどね、僕 F4 のファントムがね、もう私も大好きでね、ちょっとテンションが上がった写真になるんですけどもね、見事にフォーカス来てますね。結構ね、戦闘機の旅客機でもね、難しい。戦闘機の写真って相当難しいと思うんです。しかも、これ基地祭で撮ってると思うんで、結構人がたくさんいると思うんで、撮影しにくかったと思うんですけど、見事に撮られております。はい、視聴者様の写真、今後もね、どんどん紹介してまいります。まあ、あまりにもね、応募がたくさんになると、紹介しきれないこともあるかもしれないですけども、できるだけたくさん紹介していきたいと思います。みんなでね、写真をシェアしてね、楽しみたいと思ってます。で、インスタグラムとかね、まあ、フェイスブックとかでもそうですけど、いいねがね、その邪念を生むんですね。で、もういいねがないところで、写真をシェアしたいっていう人には、ちょっと、
もううってつけではないでしょうか。で、人の写真を見ると勉強にもなりますし、違うその感覚を得ることもできますんでね、どんどんね、写真を紹介していこうと思ってます。フィルム写真、デジタル写真、関係なく、紹介してまいりますんで、まあ、フィルムが嬉しいっちゃ嬉しいですけど、まあ、どうしてもね、フィルムはシェア性が低いですから、その辺に限界がありますんで、デジタルでも、受けております。今日の動画は、ここまでになります。次の動画ね、どれに行こうかな。こいつ行こうかな。これ APS カメラなんですけど、2008年に期限切れのフィルム、期限切れになったフィルムを3本パックをね、100円で買ってきたらちゃんと映ったんで、奇跡的にちゃんと映ったんで、この、富士フィルムのね、エピオン 210Z、次の動画これの紹介に行こうかな。で、カメラがね、たくさんちょっと増えてね、もう一気にね、これコニカ L とかもね、今、いただいたカメラね、ストラップが絡んじゃった、コニカ L とかでも撮ってますし、前回も言いましたけどね、これペンFT、でも撮ってます。で、なんだっけ、コニカレコーダーでも撮ってますしね、とにかくね、カメラがちょっと増えて、ちょっとピヨ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 状態にはなってるんですけども、いろんなカメラのね、紹介をできると思います。カメラって一体、まあとりあえず国産カメラメインで行くんですけど、舶来品はちょっと高くて手が出ないんでね、何種類ぐらいね、一体今まで発売になってるんでしょうね。まあ、全部っていうのは難しくはなっていくと思いますけども、手に入るカメラは、だいたい全てね、行こうとは思ってます。で、面白いカメラもあれば、しょうもないカメラも、まあ、あるとは思いますけどね。はい。じゃあ次の動画は、エピオン 210Z の写真で確定ということで、次の動画をお待ちください。それではまた、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でよろしくです。